はい。それでは本日は一級建築施工管理技地の学科試験、平成30年、問61番施工管理法、鉄筋ガス圧接工事の試験、検査について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄に記載されていますので、そちらからご覧ください。鉄筋のガス圧接工事の試験及び検査に関する記述として最も適当なものはどれか。1、外観検査は圧接の膨らみの直径及び長さ、鉄筋中心軸の変身量、折り曲,げ折り曲がりなどについて行った。 この問題は正解です。まずこのガス圧雪工事について少し長く話していきたいと思うんですけどもこのガス圧雪工事というものは鉄筋同士を炎で加熱して接合するものがこのガス圧雪工事になりますこことここの端部をこうぷわーっとこの火でぷわーっと炙っていってそしてこのように結合させていくという流れになりますなのでちょっと膨らむということですねなのでこのようなものがガス圧雪工事と思っていただければいいです でですね、この1番に関しては、この外観試験というものが出てくるんですけども、この圧雪した時にですね、ここの直径、そしてあとは長さ、そして中心とのずれ、あとは圧雪する時とかのずれ、このようなものを外観試験、まあ、目で検査したり、あとは、なんていうんですかね、はかりみたいなので、測っていくと、こうちょっとずつこう測っていくというので、のでまあ、外観の検査をしていくという流れになります。 なので、この1番に関しては、この目視で圧節部や膨らみ、圧接部の膨らみや直径、長さ、圧節面のずれ、鉄筋中心の変身量、ここですね。変身量、ここのずれのことを言います。や、折り曲がりについて行うと書かれているので、この1番に関しては正解です。それでは次に3番を先に行きます。超音波短縮試験の抜き取り,抜き取り検査は、1検査ロットに対して無作為に3箇所抽出して行った。この問題は不正解です。 結論から言うと3箇所ではなくて30箇所になります。このガス圧接過ぎての合格までの順路というものになるんですけども、これを行った後にまあこのような外観検査も行うんですけども、まずこの外観検査を行います。このように目で見て、こう測りでこう測っていって、そしてその後にこれは全部検査します。そしてその後に超音波短縮試験というものがあります。この超音波短縮試験というものは何かというと、この超音波を発,発生させて、えー、と音、音、と 音の波で伝達があって、傷があるかないかというのを音波を使って試験を行うということですね。なので、傷があるかないかに関しては、このデータ、でこうグイッと出てきたりするという流れになります。なので、この単色器を使って、この電波を、音波を発生させて、傷があるかないかというのを調べていくというのが、このような超音波短縮試験になります。この超音波短縮試験に関しては、1ロットにつき30箇所というのが規定でなされております。 1ロットといいうのは後で説明いたしします。そしてロットにつき30箇所になっていて不合格が1箇所でも出た場合に関しては義理合格とそして不合格が2箇所以上出てしまった場合に関しては是正した後にもう1回超音波短縮試験でさっきは30箇所だったんですけど次は全部検査してどんどん検査をして合格するまでやっていくというのがこの問題になります本問題に戻るとこの超音波短縮試験の抜き取り試験には 1>, 1検査ロットに対して無作為に3箇所と書いてあるんですけども30箇所が正解になるのでこの3番に関しては不正解ですそれでは2番超音波探証試験における抜き取り検査ロットの大きさは1組の作業班が1日で施工した圧接箇所としたこの問題は正解ですこれは1検査ロットあたりの大きさというものは何かというと1組の作業班が1日に施工した圧接箇所のことを言いますこの圧接箇所というものがちょっと分かりづらいところなんですけども例えば 1>, 1組の作業班が1日で柱ですね、柱の継手部分、こう柱と柱をつないでいく部分を、まあえー、継手の部分をガス圧接したら、その場所が1検査ロットになるということですね。1日でこんだけ終わりましたって言ったら、ここが1ロット、1検査ロットになるので、この中で30箇所超音波試験をしていくという流れになります。なので、この2番に関しては、この超音波試験における抜き取り検査ロットの大きさは、1組が、えー 1一組の作業班が1日に施工した、えー、圧接箇所としたというものは、えー、こちらのことを言っておりますので2番に関しては正解です。それでは最後4番。超音波短縮試験による抜き取り検査で不合格となったドットについては試験されない残りの全数に対して超音波短縮試験を行った。この問題は正解です、えー。こちらはですね、先ほどのように30箇所やらないといけません。ですが、えー、先にもう2箇所もう不合格になってしまった場合に関してはその後のやつどうすんのという話なんですよ。 なのでですね、この不合格後、試験されなかった残りの数に関しては、す、え、べ、ー、て超音波試験、単焦試験を全部実施するという流れになります。まあ、例えばなんですけども、えー、試験を30箇所行う予定が1箇所目、2箇所目で連続で不合格になったので、不合格がこの時点で確,確定してしまいます。残りの28箇所も、まあ、ついでに行うというのが今回の問題になります。なので4番に関してはこちらのことを言っておりますので、4番に関しては正解という流れになります。以上のことから今回は3番が間違えているので、3番が答えとなります。